加藤さんはなんでそれだけおっぱいが好きなのにインスタグラムをかたくなに始めないんですか？一つです、理由は。これマジで本当に拡散してほしいんだけど、インスタやってるやつって全員バカなんで、バカと一緒のことやりたくないんで、僕はやりません。これ拡散してください、どうぞ。クレームはこちらまで。うんこちゃん12345、アットマーク Gmail.com まで。インスタやってるやつに賢いやつは一人もいません。バカです、みんな。YouTube まで文句言いに来てください。悪口書きに来てください。全員バカだと思ってます、インスタやってるやつ。だから僕はやりません。こういうキャラでこれから行っていこうかなと思います。いまだに三上岩のインスタ見ようとした時に登録してくださいみたいなのがあって、俺が 一番見たいじゃん。男って何のために生きてるかって聞かれたら、三上岩のインスタ見るために生きてるのね。で、最初の1枚目だけ見せてくれんの。で、2枚目からは登録してくださいみたいな感じで、なんなんあれ、くたばったわぐらい。どんだけ登録させたいの？俺はその権力に屈しないためにいつも死ねえよ。登録なんかするかよ。別に三上岩なんか見たくねえし。ただ偽物がそう、偽物がやってて案件飛ばしてくれるから、もう実質やってるみたいなもん。加藤さん、この案件受けますか？って来るから。良さげな案件。変なサプリの紹介？サプリの紹介の案件来たけど、一応まだ。まあ、いや、それは断っといて、って。俺が毎日三上岩の写真を送ってくれ。頼む、じゃあお前三上岩大臣な。俺インスタマジで登録の仕方わかんないから、お前が三上岩のインスタの写真毎回俺に送ってくれ。そしたら俺、もう、インスタやる理由マジでなくなる。加藤純一軍団、お前以外みんなで加藤純一軍団誰？ だけどさ、俺のさ、知り合いのインスタちょっと、オニアとかもインスタやってんの？なんか、俺さ、ツイッターの相互フォロワー以外にDM 開放してるやつのことをめちゃくちゃバカにしてるじゃん。で、話をこの前してたら、俺、オニアが DM 開放してると知ってて、オニアの前で相談したら、翌日にしれーっと DM 鍵つけてたわ。そういう嫌がらせするの好きなのね。だってさ、DM 開放する必要全くなくない？何のために開放するの？あれってなんか、陰でこそこそ女と出会うために、その開放するじゃん。まあ、その女性が、なんか、そのグラビアアイドルとか、その事務所の力がない人たちが、お仕事こちらまで、みたいな感じでやるのわかるけど、男が解放する意味なくない？いや、仕事なんて Gmail 使えばいいだろう。ボナが解放してる なんか、っていう話を してたのね。そしたら、オニアがちゃんと 鍵かけてて お前なんで鍵つけたんだよって言ったら、最低っすよね。そんなことするやつ最低っすよね。染め上げといた一人、若者。若者一人染め上げといたから、もうオニアと出会うすべなくない？だから、なんかその DM 開放してる、ゆうたにオニアがあるから連絡くるらしいよ、今。オニアの紹介してくださいみたいな感じで、ゆうたに今、DM が届くらしい。またなんかお前の、俺から来たよ、今、そういう窓口です。より複雑化してる、今。フォイも開放してる。あいつ曰く、インスタの DM 使わないやつはバカ、あんなの入れ食いだぞって言ってた。あいつはもうバカだからいい。あいつはゴミ、人間のクズなのだ。俺、だからあいつが帰ってくるたびに、お前帰ってくるんだと。お前が帰ってくると日本の風紀が乱れるっつって。本当に。だってあいつ、海外で Tinder 使ってますよね。モテ、じゃあもうさ、モテんだから別にさ、女なんて選び放題じゃん。あいつ Tinder 使ってんだよ。Tinder 使って海外で女とやってんだよ。もうやめろよっつって。いや、これめちゃくちゃ女と出会えるんですよ。Tinder、積極的に言ってんだよ。東京でポイントマッチしたことある。あ、そうなんだ。そこに俺と一緒に行こうぜ、お前。もう何言ってんだ、お前。メール代わりに DM 開放したら、俺は絶対嫌だ。嫌だ。Gmail でいいじゃん。なんか。俺、なんか俺、なんでやってないかというと、性欲が抑えられそうで嫌だ。前回の顔写真配信の時より顔ちっちゃくなってますけど、整形しましたか？いや、結構でもね、リフトで引っ張ってるだけ。あと、ここ、あれした、脂肪吸引した。切って、こうやってリフトで引っ張って、ここ脂肪吸引して、ボトックス、顔に全部入れてる。ダウンタイム終わったから、3日間で収まったから、普通に出てきた。だから、今日、なんか、ちゃんと笑えない。まだ、ちゃんと笑えないんだよね。引きつっちゃう。まだ。あんまり、近くで見ないで。
引きずっちゃうの。